笹波にはこんな言い伝えがある。鶴、カラス、鹿、猿、蛇。200年ほど前、天神は下界を守るべくこの五柱の山神を伝わせた。そして神々は窓井山に住まい、笹波を見守りつつ大地を豊かにしていった。しかし人間たちは山神の怒りを買うほどの失態を犯してしまった。そのせいでカラス、鹿、猿、蛇は地に災いをもたらすようになった。鶴だけは唯一人間たちをかばったが、カラスに殺められた。やがて笹波は地獄と化し、年々多くの命が天災により失われていった。それから100年後、天の使いと名乗る者が現れ、笹波の救済を申し出た。5人の神官と共に窓井山へと向かい、山神を祀るための儀式を行う。それこそが救済の術だとその者は告げた。だがその旅路は過酷なものであった。彼らの行く手を常に強風と動物たちが阻んでいたのだ。それでも彼らは儀式をやり遂げると、山神たちの怒りは静まり、笹波からは天災が消えた。こうして笹波に平穏が訪れ、ようやく発展への第一歩を踏み出せるようになった。後に天の使いとその後継者は霊天の宮殿に居を構え、住民らの崇拝を受けるようになった。一方、儀式に参加した5人の神官らは強大な権力を持つ笹波五大家となり、各々の家が一柱の山神を一族の守護神として祀り続けた。やがて笹波の資産は五大家が管理するようになり、権力の中枢たる大家主の座も持ち回りで任命されるようになった。しかし時の流れとともに五大家の関係や名声は変わり、かつての名約さえも破綻しようとしている。現在の大家主である出鶴政義が打ち出した山林開発政策、それが他の4家の反対を受けているのが良い例である。出鶴家の周囲には日夜暗殺者が徘徊するようになり、その首を取る機会を伺っている。霊天が戦地に変わるのも時間の問題だった。で、まだ出鶴家から連絡はないのかしら。政義殿が家を出られてからすでに2時間は経っている。もし到着されていないのであれば、宮蛇家から問い合わせがあっても良いと思うのだが。資格に出くわしたなんてことがなければいいのだけど。やはり一人で行かせるべきではなかったか。そう自分を責めないの。水道祭だったかしら、そこに護衛を連れていくわけにはいかないって言い出したのは向こうなんだし。念のため福読みにも一報を入れておいたでござる。きっとすぐに駆けつけてくれるはずでござる。そうか。しかしこたびの件は拙者の怠慢が招いたもの。故に何としてでも師匠が来る前に政義殿を見つけ出さねば。それにしてもミオね、今日は夜遅くまで宮蛇家の当主が祭祀を執り行うって話だったけど、少し静かすぎやしないかしら。いずれにせよ政義殿はここに来て音信不通になったなら、今私たちにできることは宮蛇家をくまなく探すことくらいね。中庭の方はミイノスケと武前坊ちゃんに任せるわ。こっちは正門にいる守衛たちから情報を聞き出しておくから。承知した。
それじゃあ任務開始ね。早そこで大人しい。死に帰りなさい。逃げちゃダメよ。一応バン。無前坊ちゃんじゃない。戦いに集中して。忍法影抜い。一両三回連打再戦。ずっとさ。ヘドラ。一応バン。進軍開始。残らず倒す。敵は金粉。そこで。お姉さんへのご褒美に何かしら。まずいでござるな。こちらも守衛でいっぱいにござる。ただの祭事にしては厳重すぎる警備だな。なんだこれは。蛇。貴殿らは宮蛇家の者か。毒は全て排除する。待たれよ。拙者はイズル家の。この気配は。この反応。無前坊、こやつらは全員リスメインでござる。族は全て排除する。無前坊天狗参る。見た目は明らかに人間。いかにリスメインだと。この屋敷で何が起きているのか。遺跡は切るの。覚悟。うっ。上等。切り伏せてくれる。はっ。覚悟。拙者はこの剣に恥じぬ戦いをするまで。以前の叔父上ならば
もっと勢いのある攻め方をされていたと思いますが。あれはお前を指導するためにやっていたに過ぎん。本来は守りに徹する戦法が私好みのやり方なのだ。あの徹底的に追い詰めるやり方が指導と。さすがは大家主を務めるだけのことはある。そのあたりも学ばせてもらわないとな。お前は私の甥にして宮蛇家の当主でもある。もし遅刻に興味があるのならいつだって教えてやる。いつだってねえ。おじ上の見立てでは僕はあとどれくらい学べば一人前になれるとお思いです？一国を統治するのはそう簡単なことではない。ましてやそれが笹波とあらば困難を極めると言ってもいいだろう。故に私はいくつかの厄介事を処理した後で民が信頼できる後釜を自ら選ぶつもりでいる。五代家の間で行われる交代ではなくな。そのお話でしたら先日も聞きました。そうか。ならば衆、来たる日までどうか私の傍らにてその手腕を振るってはくれないか。お前の実績と私の推薦があれば民もお前を信頼できる後継者として認めることだろう。そう私は信じている。握手を打ちましたね、叔父上。私がここに九郎を置けばこの辺りの石を全て取ることができます。腕を上げたな。叔母上が健在だった頃、父上はよく伊鶴家と宮蛇家は家族だと申しておりました。だから伊鶴家が宮蛇家の漁場を接収した時は暴れる漁師たちをなだめるための一時的な措置に過ぎないと、いずれ返上していただけるとそう信じていました。叔母上が亡くなった後もこの信頼が揺らぐことはなかった。叔父上は再婚する気がなかったようですし、それを見た父上も我らの関係が変わることはないとそう申しておりましたから、父上が亡くなった時のこともよく覚えています。あの日は豪雨だった。にもかかわらずあなたは屋敷まで来てくださった。そして僕にこう言ってくれました。安心して喪に服すために宮蛇家の大家主の任期を伊鶴家に託せ、代わりに伊鶴家の番が来たらその任期は宮蛇家に譲ると。あの時の叔父上の言葉、しるべを失った僕にはとても温かいものだった。だから僕は決めたんです。これからはあなたを父と思い支えていこうと。それは私とて同じだ。美咲と私の間に子供はいなかったからな。だからこそお前を我が子のように思っていた。しかし家業を屋敷を当主を失い、天津さえ最後の望みである大家主の座まで信頼している者に、力を失った一族が弱肉強食を体現したような五代家の中でどのようにして生き残るべきか、何に頼るべきか、そんな惨めな考えを必死に巡らせなければならない状況を叔父上は想像されたことがございますか。上様、伊鶴家の使いが見えられました。奴に任せろ。お前は監視に当たれ。君は広本君なのか。正義様、いえ大家主様。
お久しゅうございます。その姿は一体。あの火災にて。しかし奇跡的に一命は取り留めました。おかげでこうして宮蛇家の家老を務めることができております。家老？おじうえならば笹波の歴史をよくご存知でしょう。五代家が誕生する前、この地は将軍と呼ばれる者が治めていました。将軍は天神の命を受け、南蛮から民を守り、そして家臣たちと共に200年もの間この笹波を統治していた。そう、かの時代には大家主などという座は存在していなかったんです。つまりお前は将軍に習い武力で政権を奪うつもりか。力なき者は逃げとなる。それが今の笹波ですから。おじうえ、僕はね、4年前の火災で全てを失って以来ずっと考えてたんですよ。なぜこんな目に遭わなければならないのかって。そして今ようやくその答えを見出しました。悪しきはこれまでの僕の行いにあるのではなく、後継者として何もしなかったことにあるとね。それじゃあ任務開始ね。お姉さんへのご褒美に何かしら。